2017年6月15日16日の2日間、高知県鵜来島を舞台にグレ釣りの奇才松田稔さんが鵜来の巨大オナガグレに挑みました。目的はこの秋ガマカツから登場するニューロットガマイソマスターモデル2オナガタイプの最終プロとのテスト調校。長き歳月を経て生まれ変わったマスターモデルシリーズで巨大オナガグレを狙います。 60cm を超える巨大オナガグレの実績が高い高知県鵜来島。その中で初日上がったポイントは水島2番のチョボ奥。オナガグレを狙う上で最適な海水温は19度から21度が最も活性が高く、餌取りもまだ少なく、釣れるオナガは漁型が多いという。しかし今回訪れたタイミングではそれらを軽く超えており、まさに夏の海といえる状況。かなり厳しいコンディションが予想されます。絶対勝った。潮が折り返した午前10時過ぎ、わずかなタイミングではあるがポイント左手の絞り際から浅い棚まで浮いてくるオナガグレの姿を確認する。ある程度ハゲがのいてわーっと出るのが理想でほうだったけどな。浅いけんだ、そのハゲがのいて、あ今あったら出とんやろ前に。あれ結構長いことおるけんな、上来た時な。ここへ来て朝棚で巻き餌を捕食するオナガグレの姿を確認。そのオナガグレの動きを見た松田さんは浮下を1広強に設定する。絞り際から姿を見せたオナガグレ、現在も稀にではあるが朝棚で巻き餌を捕食している魚影が確認できる。数少ないチャンスの到来か。奇才は引き続き巻き餌を打ち続け、その巻き餌の流れ方、ターゲットが出てくるタイミング、そして浮いてくる棚などをじっくりと確認する。沈黙が続いてから2、3分は経っただろうか。巻き餌を打ちながら状況把握を続ける奇才。ここまでまだ仕掛けは投入していない。まさに一撃必聴を狙う緊迫の時間が続いている。んよしあかんよかったろ。やれやれで綺麗すっごい綺麗なほらほら。周りが10年越しとるやろ。それでそのこう竿をずっと前からやってきてでまあアテンダー2の時にだいぶ色をた最初のアテンダーの時からこう昔と違うとかもう一種類何種類も使うてやることにしたんやあれから。でほんでそのまあれも売れとったけんほんでまあれ2はあれは相当時間かけたんや。でこいつのやり替えやけんこの10年越しとるっちゃったけんで構造をこういらうようにしてつなぎも短いにしてで竿こう磯の竿はやっぱりな薄うたら調子薄かったら粘みが出んのよこう肉厚にせんと。で竿の調子はね前のこのこいつの正文字の前と比べるともう少し粘りしてきたんやな。まあ、あれはだいぶ十何年になるけんこの構造が今のこういう構造になってなかったけんな。だけどもうちょっとこう粘り粘り粘りでまあ言うたらこう曲げたら分かると思うけどこう曲がっていくほどもっともっと強くなっていくけんなじわーっと段がつかんように。ほらけんかけて引っ張ったらその根かかり状態に持っていくけんだけどまあその糸のショックにも強いしとは思う。で最初これ手かけた時にちょっと違うカーブを使うたら。でちょっと強すぎたやっぱりこれで落としていったん逆に弱いんから強にしていくか強にしといて落としていくのはまあ楽なんやな。これ最初のこの MH やった時に56ぐらいだったんかな4秒だけなおかしかったここへ3路線でこうかかったんだでこの代わりこの前今までの昔の竿としての硬い竿はあかんねんやっぱり叩かれるしのされるし。もともとマサムルを作った時もこの何て言うんかな買うてくれた人がやっぱり今まで取れんかったら取れるようになったって喜んでくれたもんってそれだったらやり替え時だったら俺よりもっと変えないかんだろようにそんでまあそう思っていたよね。それとこれ見てこれこれからはある程度竿をもうこんなこうしならしちょっと派手にもしていかないかんしそれでまあこう見ても楽しい方がいいだろうと。考えをしたいだけど一番どういうんだかな糸をな強にするんだったらな確かにほらやばい方が強いんじゃだけど今この竿はもうこんなん関係ないけんやっぱり仮にエッチでも HH でも少々細い糸かけたけんしてバーンと切れたりせんそれはなそれは大丈夫だけどそれ聞かれるけどしゃあないけんまあしゃあないとおかしい、まあ、一応法に作ったんよ50までのやつとまあこの55、6のやつと60のやつともうそれから上のとって分けたんで一応ははいでござんすわ。そして2日目、さらなる巨大オナガグレを求めて水島2番の奥の奥へと渡る。前日同様、ここまでは浅い棚での反応は皆無に等しかったが、潮変わり直前の午前10時過ぎ、またもこのタイミングでオナガグレの魚影を確認する。昨日反応があったのもごくわずかなタイミングのみ。またも一撃必聴となるのか。ただならぬ緊張感が漂う。こら伊藤お前先手取れんかったば当てんように、ここはやっぱりここで当てようか。あ、当たる。完璧に終わらした。こうなったらこの辺でどうなん？これもってる。よう超えとるこれ。肩はこまいけど超えとんよう超えとんな。大物が見せる強烈な突進、そしてその突進を柔軟に受け止めるガマイソマスターモデル2。ガマイソシリーズで最も同調子に仕上げた強烈な個性はきっと大物捕獲の道しるべとなってくれるでしょう。